にちは、川西美希です。今回は何度使っても感動する、これからも使い続けたいと思うコスメを紹介したいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということで今回は私が普段使っているコスメの中でも特にお気に入り、そしてこのコスメに変わるコスメなんて絶対ないと思うくらいすごく大好きなコスメたちを紹介したいと思います。まず紹介するのはこちら、エテュセのオイルブロックベースです。これは何度も動画の中でも紹介しているんですが、部分用化粧下地になっていて、まつげのりみたいな感じの色をしていて、かなりサラッとした液体状になってます。でこれを皮脂がちょっと気になる部分だったり毛穴の気になるところにささっと塗って、それを指で伸ばして、その上から下地とかファンデーション塗るんですけど、今までもこういうタイプの皮脂を吸収してくれる系の下地とか使ったことあるんですけど、そういうものってちょっと分厚いようなイメージが今まであったんですよ。でもこれは液体なので全然分厚くもないし、そしてかなりよれにくくなります。よれにくくはなるんですけど、皮脂の吸収でいうとつけないよりはつけた方がいいかなぐらいで、これつけても皮脂は普通に私は出ます。でもすごいのが皮脂は出てもそっからよれないんです。なのでただテカるだけでメイクがこうボロボロ崩れるっていうのはなくて、縦に皮脂は浮き出るけどそこから横揺れはしない、崩れないという感じで、これをつけなかった今までは時間が経つと皮脂が浮いてそれが横揺れしちゃうので結構崩れてファンデーションが取れることもあったんですけど、これをつけてからメイクのお直しかなり楽になりました。油浮きしてテカるはテカるんですけど、それをスポンジでポンと押さえるだけで、それだけで普通に綺麗になるのでかなり楽になりました。あとすごいなって思ったのは、これをつけてからファンデーション塗るんですけど、ファンデーションの付きがこれをつけることによってピタッと密着してくれます。なので崩れにくいんだとも思うんですけど、なんだろう、すごい、とにかく私はこれ外せないので、つけ忘れちゃった時はかなり落ち込むぐらい、ファンデーション塗る前これ絶対使います。大好きなベースです。そして次はこちら、カバーマークエッセンスファンデーションの BO00 です。これはリキッドタイプのファンデーションで、手の甲につけるとこんな感じですぐ垂れ下がってくるぐらい、かなりさっぱりしたみずみずしいファンデーションです。で伸びがものすごく良くて、ちょっと垂らしただけなのにめちゃくちゃ伸びます。もうどこまで行くのっていうぐらいかなり伸びがいいです。なんですけど私いつも手の甲に出すときにかなり出しすぎちゃって、必ずティッシュで拭き取ることになるので、これからもうちょっと学んで気をつけようと思ってるんですけど、とにかく伸びが良くて、伸ばした後にあまりしっとりしすぎないっていうのが私好きです。結局上からお粉塗るんですけど、ペタペタするタイプとかあまりにも保湿力が高かったりクリーム系のタイプのものだと、私の場合は結構オイリー肌なのですぐ崩れちゃったりするんですけど、これの場合はこれ1本で使ってもかなり崩れにくいです。そして何よりも私がこれ好きな理由、とにかく肌の色ムラをカバーしてくれるところ。もともと姉が使ってたんですけど、カバーマークのファンデーションすごくいいって聞いてたんですけど、なんか使うこともなく違うファンデーションをずっと使ってて、百貨店とかでお姉さんたちにこう話されながら化粧品選ぶのあんまり得意じゃなくて、アットコスメストアかプラザみたいなところに行った時にこのカバーマークのエッセンスファンデーションが置いてあって、で種類すごいあって、あそういえば姉ちゃんいいって言ってたなって思って、で実際手につけてみて、あ結構良さそうかもって思って買ってみたんですけど、実際顔につけてみたらカバーしてくれて、なのに薄付きっていうところにすごく驚きました。これだけ薄付きでしっかりと伸びて、そしてアラも隠してくれるっていうこのファンデーションは他にないと思いました。ちょこちょこ違うファンデーションとかも手に取ってつけてみたり、あとヘアメイクさんにメイクしてもらうとき、ベースファンデーション塗ってもらった時とかに、あやっぱりカバーマークのファンデーションすごいんだなって思い知らされます。私的にすごく肌がコンプレックスなので、このファンデーションにはもう本当にお世話になってます。赤ら顔だったり肌の色ムラで悩んでる方はぜひ試してみてください。そして次はこちら、ローラッシュ EX ウォーターストロングダブルアイブロウのジェルペンシル&パウダーのライトブラウンです。一つはこんな感じのペンシルになってて、もう一つはこんな感じのパウダーになってます。これ何個リピートしたかわからないぐらいリピートしてるんですけど、ペンシルのこのキャップをねいつもなくしてしまって、ペンシルが折れてどうしても描きたいなっていう時になくて、薬局に行って違うのを代用で買ったんですけど、いろんなメーカーある中でもその中でも一番明るい色を選んだつもりだったんですけど、私が好きなカラーとちょっと違ったり、すごくこっちのペンシルが描きにくかったりして、やっぱこのブローラッシュ EX すごい描きやすかったんだなって改めて思いました。こちらのパウダーはよくあるタイプのパウダーで、すごく明るくて眉毛の印象あまり濃くしたくない私にとってはすごい好きで納得がいくカラーです。でこちらのペンシルは他にないぐらいとても描きやすい、そんな力入れないでもさっさっとかけます。でファンデーションの上とか油分がある場所ってかなり描きにくいなって思うアイブロウもあるんですけど、これの場合は油分があったとしても全然描きやすいです。もうこれ本当
当に好き。薬局とかで最近見たことがなかったので Amazon で3つほど買いました。そして次はこちら、セザンヌの UV クリアフェイスパウダーの01番ライト明るい肌色です。これはもうね、私の動画でもおなじみ、そして皆さんも知ってると思うんですけど、こちらのフェイスパウダーとにかく優秀。カバンマークのファンデーションみたいにものすごいアラを隠してくれるとかそういうわけではないんですけど、肌がすごく綺麗に見えます。どちらかというとニキビをすごい隠してくれるとか赤ら顔、シミを隠してくれるっていうよりは毛穴がすごく綺麗に見えるなと思いました。これめちゃくちゃすごい好きなんですけど、私の場合は普段のメイクに使うっていうよりはお直しで必ずこれを使います。お直しでまた一からファンデーション塗るってなると結構めんどくさいんですけど、こちらのクリアフェイスパウダーを使うとめちゃくちゃ綺麗に、すごく早くメイク直しができます。で、大体よれる場所って鼻周り、そしてちょっと頬の内側だったり目の下、あとおでことかこの T ゾーンだと思うんですけど、結構よれたなって思ったらスポンジでポンポンポンとして、あまりにもよれすぎてて修復不可能だっていうところは、よれ散らかしてる部分をこんな感じでこうちょっとなじませてから、その上にこのファンデーションをスポンジにとってポンポンポンってつけて境目をちょっとぼかす感じ。これだけでよれた部分がしっかり綺麗に元通りになります。なので30秒から1分あればすぐさっとお直しできるので、ちょっと焦ってる時とか忙しい時とかでもすぐお直しが効くので、これも絶対ポーチに入れてます。ちなみにこちらの02番は私はシェーディングカラーとして使ってます。結構色違くて使いやすいです。で、こっちすごい明るすぎないってね、比べると思うんですけど、意外と色が出るっていうよりは肌にスッと馴染んでくれる感じなので、透明のフィルター塗ってるような感じです。指にはこんな感じでしっかりつくんですけど、塗った時にそこまでカラーは出ないです。ちょっと明るくなって毛穴をカバーしてくれるかなぐらいです。肌がすごい綺麗な方とかはファンデーションとかも使わず、こちらのフェイスパウダー一つでより綺麗に見えると思います。で、あと値段も680円で本当に安いのにデパコスに負けないくらい優秀っていうのが、私はものすごい好きでずっと使ってます。これは確か2個目のリピートです。そして次はこちら、不老不死モテライナーリキッドのブラウンです。こちらのモテライナー、手の構造に合わせて作られたらしく、すごく持ちやすいっていうのが一つと、そしてこの筆の長さと筆のしなり、すごく使いやすいんですよね。で、あとインクの出方だったり、何より一番すごいのはよれないということです。今さっき書いたのに擦っても全然よれないです。あと水がついた手でこうやって触っても落ちない。ちょっと力入れて擦ったりすると腫れタトゥーみたいな感じでこんな風にポロッと落ちます。今までいろんなアイライナーを使ってきたんですけど、落ちにくい、よれにくいっていうタイプはメイク落とししても落ちなかったり、韓国系のアイライナーとか結構そうなんですけど、色素沈着ちょっとしやすいなと思うものが多かったんですけど、これはよれないっていうのがすごくいいなと思いました。あとパッケージがちょっと高級っぽくって、他のアイライナーにない感じなところも好きです。一つ難点があるとすれば、少し減りが早いかなと思いました。なのでこれ3代目モテライナーです。モテライナーカラーの種類もあるので、ダークブラウンとブラウンを以前間違えて買ってきちゃったことがあって、ダークブラウンだとちょっと印象がこうきつめに見えてしまうので、私は必ずブラウンを使ってます。そして最後はこちら、これも廃盤でちょっと売っていないんですけど、売っていないものを紹介するのもどうかと思ったんですが、私がずっと愛用しているものなので、こちらもチラッと紹介させてもらいます。エチュードハウスのウーベイビーリッププランパーです。で、プランパーって唇がプリッとするように見せてくれるものなんですけど、ディオールでマキシマイザーっていうプランパーがあるんですが、そっちの方すごい人気なんですけど、私の肌になんか合わないみたいで、これ肌が弱い人だとちょっと当てはまる人もいるのかなと思うんですが、そっちが使えないので私はこっちを使ってます。他のプランパーって言われてるものよりよりプリッとするなって私は思ってて、つけた瞬間結構スースーしてミントっぽい感じがあるんですけど、透け感のある透明なピンクにピンクシルバーの細かいラメが入っていて、重すぎず軽すぎないグロスのこの感じもすごい好きで、これ唯一無二だなって思います。これに代わる商品ずっと探しているんですけど、意外となくて、まだこちらの方をずっと愛用しております。Q10 っていう通販サイトで私はこれため買いしたんですけど、これのカラーバージョン、ティントタイプはまだ売ってるらしいんですけど、こちらのラメのタイプも売ってないみたいです。あ、ちなみに言い忘れてたんですけど、私こちらのエテセのオイルブロックベース、これも5、6個買って家に置いてあります。これもなくなったら困るなというか、まあ今回紹介したもの全部なくなったら困るなっていうものなんですけど、好きなものはなくなったら困るし、なくしちゃった時とかも本当に困るので、必ずストックは家に置いてあります。という感じで今回は私が大好きなねコスメたちを紹介したん
んですけど、皆さんも必ず1つや2つ、3つや4つ大好きなコスメあると思うので、これだけは譲れないっていうコスメあったらぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで今回はこれがなきゃもう無理っていう私のお気に入りコスメ、これすごいっていうコスメを紹介しました。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。この動画を楽しんでくれた方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そして Twitter や Instagram、 ミキポの自由帳もあるのでそちらの方もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ミキポンチャンネル、おい、川西ミキでした。バイバーイ。